どうも、ゆぐチャンネル懸命です。中田です。さあ、高田さん、はい、こんにちは。こんにちは、富山店で撮影してますけど、はいはい、今日ですね、はい、実はカメラ越しには分かんないです。ギャラリーが何人かいるんですけど、うんね、ちょっと緊張しながらね、撮ってると思うんですけど、はい、さあ、高田さん、今日の企画は何でしょうか。はい、ズバリ、夏につけたい時計3選。いいよ、ダイバーズボッチ。ダイバーズボッチ、はい、そしてね、今ギャラリーのお客さんが選んでくれた時計もありますね。はい、ギャラリーのお客様も選んでいただきましたけど、僕らもね、まあ、確かにいうような時計をぜひご紹介していこうと思います。はい、夏につけたいね。これがないんや、さっきから。あ、そうそう、まあいいかさあ、皆さん、はい、夏につけたいですね、これはですね。はい、まあ、ダイバーズが揃いましたね、やっぱり。本目はまず、フライトリングのスーパーオーシャン44ターコイズですね。これ、可愛いですね。ターコイズね、夏ちょっと派手めな色をつけたくなったりしますよ。冬とかもすごい似合う時計ではあるんですけど、うん、夏特に似合うね、これ。はい、うん、いや、いいカラーだと思う。ちょっとね、持ってる人が少ない色味で、かっこいいと思う。でもね、我々が入手した時はね、スーパーオーシャンヘリテージっていうものしかね、そうですね、なかったけど、完全にこれ新作ですからね。デザイン可愛かったね、これ、ね。めっちゃかっこいいです。うん、価格帯的にも初めて時計持つとかって人でも選びやすいかなと思います。風神と地震がもう本当特徴的やもん、はい、その時計ならではの個性がかなり出てるんではないかと思います、うん、個人的にはなんか久しぶりにブライトリングの時計を見た感じで、そうでもないですもんね。ないですからね。見た目がいいっていうのはもちろんなんですけど、うん、性能的にも防水性は 300m、 はい、この微調整機能もついてるんで、うん、手がむくんだ時とかもそのまましっかりお使いいただける時計になってます。それでは、さあ、中さん、はい、2本目は IWC アクアタイマーでございます。アクアタイマーね、これどちらか中田さんが激推しな方とかだよね、うん、結構ね、アクアタイマーってあんま IWC の中では見られないかな、見る人少ないかなと思うんですけど、うん、いざ手に取ってみると、これってあのマーク20とか、インジニアとかにも使われているムーブメントと同じ機械が入ってるんですけど、ってことは120時間パワーリサーブ。そうでございます、素晴らしい。素晴らしいですね。価格帯がすごいコスパ最強なんですよ、IWC の中でも。ブレスレット仕様でも100万円ちょっととかなので、もう必要性の高い夏につけたいおすすめ時計かなと思ってチョイスしました。88万って金額は安くないですけど、うん、他の IWC の時計と比べるとね、そうですね、安いよね。しかもちょっと厚みもあって大きめなので、うんうん、腕元出るときに目立ってつけれて、はいはい、かっこいいかなと思います。ストラップもクイックチェンジですもんね。そうですね、その日の気分でストラップを付け替える、しかも5秒10秒ぐらいで決めれば、ね、すごいいい時計かなと思います。それでは、お次。さあ、中田さん、はい、最後はね、僕と中田さんももちろんいいなと思ったんですけど、うん、今日来ていただいているギャラリーの方々がこれでしょっていうのが、はい、こちら、エルロスの新作ダイバーですね。これ確かにいいよね。爽やかですね。文字盤が今まで他のブランドになかった色じゃん。これね、しかも暗いところでめちゃくちゃ可愛く光ります。はいはい、何ブルーっていうの、わかんない、スモーキーブルーって感じだから可愛いよね、めちゃくちゃ、ね、あんまりない色味ですし、うん、ベルロスのダイバーも今年あのリニューアルしまして、ベルロス好きですもんね。やかましいわ、やかましいわって私、文字盤の質感とかも、うん、まあ、画像で伝わりづらいと思うんですけど、はい、マットな感じというか、ね、うん、いい意味でチープな感じがすごい可愛くてね、うん、ケースのセラミックと相性抜群でございます。ね、セラミックだからガシガシ使っても夏は気にせず使えるので、はいはいはい、その点もおすすめ。セラミックにラバーって一番気にしなくていい組み合わせなんですね、うん、そうですね、素晴らしい、はい、さあ皆さん、いかがでしょうか、はい、夏に使いたいダイバーズウォッチ3選でございました。今日の3本はね、ブライトリングであればブライトリングブティック金沢、うん、ウィング富山店、うん、で IWC であればウィング金沢店、ウィング富山店、ベルスもウィング金沢、ウィング富山店でご覧いただけますか。はい、ぜひね、また見に行っていただきたいですね、うん、はい、いろいろね、この他にもいろんなライバーズがあったりするので、はい、もう半袖短パンにこの時計でめちゃくちゃかっこよくつけていただけると思います、うん、はい、ぜひまた遊びに来ていただければと思います。それでは。